旧市川家住宅は、愛知県日清市にある史跡。江戸時代中期の宝永6年に、愛知軍、上田村に建てられ、明和6年に、愛知軍野方村に移築されたとされる、商屋建築である。1362平方メートルの敷地に175平方メートルの母屋と座敷二棟が建つ。木綿問屋を営み、野方村の商屋を務めていた。 市川東造の住宅として建設された。法永6年に愛知軍、上田村に建てられ、明和6年に愛知軍の方村の現在地に移築されたとされる。それぞれ、飯田海道沿いに発達した村であり、両村には4 5トルの距離がある。1998年頃までは、市川家の住居として使われていたが、その後無人となったため、 2012年8月には所有者の市川清子から日清市に寄付された。母屋と座敷二棟に加えて隣接する1250平方メートルの水田も同時に寄付されている。日清市が名古屋市立大学大学院芸術工学研究科の溝口正人教授に調査を依頼し、学術的価値が高いことが判明。上屋の4本の柱を針でつなぐ形式は、 終わり地方特有の四つ建てと呼ばれる形式であり、建造年代が明らかな事例は、貴重とされる。木造平屋建ての思い屋は、土間、駆土馬屋、板の間、南土、奥南土、縁側、座敷、中の間の9つの部分に仕切られる。調査の過程では、明治時代から昭和初期頃の市街地新聞など、計73枚の新聞が発見され、中には、 中日新聞資料部や愛知県図書館ですら、閲覧することができないお算新聞もあった。日清市は、国の登録有形文化財への登録を申請し、2013年12月24日に、母屋が登録された。日清市は9400万円をかけて、改修整備工事を行い、2015年6月1日から、一般公開が行われている。ありがとうございます。